どうもしゅんです。こんにちは。あ、どうもはじめまして、小川と申します。株式会社タイミーっていう、今すぐ働けて今すぐお金がもらえるっていうサービスをやってる、まあ、代表の小川と申します。よろしくお願いします。お願いします。立教大学の3年生ということで、あれです、普段学校通ってますか？今テスト期間とかですね。あ、私立はそうなんですよ、今私立は。それで、まあ、普段はあんま行ってないですよね。ということで、今日は何個か質問させていただけたらなと思うんですけども、はい、そう、タイミーっていうサービスはどういったサービスなんですかね？登録していただいて、はい、半月目に出さなくても、はい、もう今すぐ働けるっていう。で、今すぐ働いたものはその日に、まあ、その日とかその後日ぐらいにはすぐお金をもらえますよっていう。いや、マジすごいですよね、それ。なんか僕すごいびっくりしたのは、資金調達にあたって1回、うん、あ、3ヶ月で50社ぐらいにプレゼンしに行ったっていうお話をお聞きしたんですけども、うんうん、それをプレゼンにあたって何か気をつけたこととかっていうのはありますか？いやー、大変だったよ。伸びたくなったし。いや、めちゃくちゃ大変ですよね。だって50回同じこと言うんだよ、熱を持って、はい、1時間のアポで50回同じこと言って、大体同じ質問されて、大体それを返してっていうのを延々と繰り返すっていう。いや、お前らいっぺんに来いよみたいな言うぐらいな。いやいやいやなんだけど、でもまあ、なんかその中で思ったのは、まあ、なんか数打たなきゃやっぱ出資もらえない部分もあったりするから、そのまあ結局何回も諦めかけたけど、50回も行ったことによって運よく藤田さんに会うことができて、運よく出資までつながったっていう。なんか粘った結果、バッターボックス立ち続けた結果、振りまくった結果、当たったみたいな感じだったので、まあ、そこはなんかめげずに、なんか自分のサービスが本当にいける、世界を変えられるって本気で思ってるんだったら、はい、思ってないったら別だと思うんですよ、うん、なんかフィードバックもらった中で、なんかいや、このサービス本当にいけんのみたいな、どこまで見てんの3年後とかって言われた時にパッと答えられなくて、うん、なんか確かになみたいな思っちゃったんだったらやめた方がいい、うん、けど俺全部胸張って言い返せるから、うん、だったらそのもう信じてくれる人を見つける、うん、パートナー探しみたいなところに数打てっていう、それこそそのなんていうんですかね、シード A っていうか、なんか最初の段階って、うん、もう今後どうなるか実証というか、うん、ができないと思うんですよ、うん、そこの部分を胸張って言えるか言えないかっていうのが一番大きい要因だなと思ってて、ねうん、僕自身も1ヶ月前にその会社設立のクラファンを した時に、人に対して投資をしてくれる人をとにかく見つけるっていうのが大事だなって思ったので、数を打つっていうことと自分のなんていうの、本気の思いを持ち続けるっていうことが大事だ、うん、間違いない。1回1回熱を持って数を打たなくちゃいけないから、うん、そこの中でその仲良くなって、じゃあ次紹介してくださいよとか、そういうなんかもうベンチャーキャピタルとかってめちゃくちゃやっぱ友達がつながってる部分だから、その人に紹介してもらったりして、50社ってそもそも世の中にあるのかって思われるぐらいだと思うんで、それはだからどんどんその人テレフォンショッキング的な、そうそう、どんどんつながってって感じです。もう大学1年からも事業を立ち上げようと、大学入る前に事業1個立ち上げて失敗して、で大学入ってみたいな感じです。その失敗した時にまたやろうって思えるタイプなんです。あ、そうですね。いや、でもその時めっちゃ落ち込むんで、もうやんねえと思ったりとかもしますし、はい、そのタイミングの前の授業終わった時に、はい、就活しようと思ったんで、もうずっと内定のためにその TOEIC の勉強とか、普通に就活受けていったりとか、めちゃくちゃ普通のことやったんで、はい、全然気はなんかもう俺3年後でいいや、社会人入ってスキル学んで3年後にきっと独立しようと思ったんで、はい、まあ、ぐらい思っちゃうんですけど、まあふと、まあ、毎日毎日歩いてる時にアイデア出てくるんで、その時にあ、これ作りてえなと思っちゃったら、そっちの方が優先的にこう気持ちが勝っちゃう部分があって、うん、そうなったらもう作らざるを得ないって感じです。じゃあなんかもともとずっと起業ばっかと、その起業家気質っていうよりは、いわゆるその普通の大学生だったけど、後天的な行動とか努力で今に至るってことですね、うん、そうですね、まあ、努力なのかノリなのかわかんないですけど、まあ、なんかノリ本当に欲しいと、まあ、肌から思えるものがあれば俺は作る、はい、で、まあ、結局行動力かなと思ってて、かつバッターボックスに何回立てるかじゃないですか、はい、でそこがなんかいっぱい立ったからこそ今なんかちょっと、まあ、土台によったようなところを作れたのかなって感じがします。その行動をする中で、その仲間集めってめちゃくちゃ大事じゃないですか、うん、その仲間集めっていうのはどういった風にされてますか？そうですね、なんかツイッターマジっすか、とかあ、そもそも LINE の友達だったりとか、イベントで出会った子を口説いたりとか、はい、あと口説いた友達に紹介してよっつって連れてきてもらったりとか、うん、今会社35人いるんですけど、はい、35人も全員ほぼほぼ友達か友達の友達かみたいな、ツイッターか。今は、募集してますか？今募集、もうずっと常時募集してるんで。どういった人材が欲しいですか？やる気のある人、やる気のある人やる気があって、はい、やっぱりこういう新しい世界を作ろうとしてるんで、はい、息子の世界を、まあ、ちゃんと一緒に作っていきたいなって思う人だったりとか、あとは本当にめげない人、まあ、その本当になんかやっぱりいろいろ辛いところもあるんですよ、はい、辛いところもある中で
やっぱ跳ね返すぐらいの力があったりとかする中で、どんどんと向上心持って自分の自己成長のためだと思ってやれるとか、そういうところがある人は一緒に働きたいなと思います。エンジニアじゃなくても全然今募集してる、うん、エンジニアじゃなくても別にカスタマーサクセスでも、はい、デザイナーでも営業でも、うん、マジですか。じゃあ動画を見た人ぜひ下の概要欄になんか応募フォームを貼っておくのでぜひ来てください。なんか今後の目標みたいなのがあるんですか。なんか先ほどなんか社会を、世界を変えたいみたいなおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、作りたい社会とか世界っていうのはどういった社会なんですか。そうですね、なんかその時間っていうものの価値を蓄積していきたいんですよ。なんか要するにその例えば、まあ、タイミーでやってるもので言うと、はい、今までってアルバイトをやってきたってものは就活で胸張って言えなかったと思っていて、なぜならその1万時間とかいう時間を割いてきたはずなのに、はい、その評価っていうものが一個可視化されてなかったからこそ、適当にやったんでしょうとかそういうところになっちゃって、その胸を張って言えることはできなかった。1万時間が無駄になったわけですよ、簡単に言うと。でもタイミーを通じて1万時間働くと、その1万時間ストックの評価が溜まるんですよ、全部、うん、ってなるとその人ってそのこういう時間を過ごしてきたんだって、でどういうふうに考えてどういうふうに行動したんだっていうのが分かっていけば、ログが残っていって、その人すごい、まあ、なんだろう、その人の人間の時間価値っていうのがどんどん高まっていくんじゃないかなと思ってて、うん、世界中の時間価値をどんどん高めていきたいな。時間価値ってそのウーバーみたいな感じで見えるってことですもんね、うん、評価が。そうですね、まあ、それもそうですし、なんかなんだろうな、今こうやって一緒に話してるじゃないですか、はい、その時間ってすごい有意義じゃないですか。でも例えば寝てる時間もあったりとか、 Twitter 見てる、 YouTuber 見てるとかあると思うんですけど、はい、まあ、それ以外にもやっぱいろんな世の中には選択肢があるはずで、その時間でできることっていっぱいあるはずで、それを知った上でこれを選ぶか、それを知らずにこれを選んでるか全然違うと思ってて、意識の差があってところで、その自分のアプリにその今の暇な時間を入れたりすると、その時間でできることがもう無限に提案されて、なるほど、その中から1個選ぶ、自分の決定、意思決定で選ぶっていう世界を作りたい。時間に対しての選択肢を増やしたいっていう。そうですね。で、時間の価値を上げていきたいっていうところで、まあ、21って1997年生まれ。7年生まれです。が、やっぱいろんなこう、押し上げていかないと。そうですね。高齢化社会になっていく中で、はい、若者も頑張らないとなっていうのを思ってるんで、ぜひなんかね。頑張りましょう、ぜひ。頑張りましょう。ということで今日の動画は終わりです。あの、はい、下の概要欄に、小川さんのツイッターとかそのタイミーのホームページとかいろいろ貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。ありがとうございます。やっぱり難しいですね、 YouTube って。なんかすげえ緊張するわ。なんか